いどうも、買取チャンネルです。今回は数ある穴線の中でも禁煙予報の買取価格や価値、概要について紹介していきたいと思います。この動画では次の流れで紹介していきます。禁煙予報とは1470年頃からかつての琉球王国荘園王時代に使われていた穴線の一種です。琉球王国の穴線というと、別動画でも紹介している大政通報と施行通報、そして今回紹介する禁煙予報を合わせて琉球三予線と呼ばれています。禁煙予報が発行された当時の日本や琉球王国では、中国の明と盛んに貿易を行っていたんですけど、その際に使用していた貨幣というのが当時一般的に流通していた永楽通報という穴線だったんですよ。なので貿易が盛んになるにつれて、一般的に流通していた永楽通報の数自体がどんどん不足していくことになるんですね。で、先ほど出てきた琉球三予線であり、禁煙予報より以前に発行されていた大政通報と施行通報についてなんですけど、実はこれらの穴線ってもともとは永楽通報をベースに文字だけを無理やり変えて発行されたものなんですよ。なので元は永楽通報なんですよ。だから貿易で永楽通報が不足してきたことから、その不足分を補うために琉球王国独自の貨幣として永楽通報をベースとしない禁煙予報が発行されたと言われているんですよ。そんな禁煙予報の見分け方自体はとても簡単で、硬貨の表面に禁煙予祭の文字が確認できるので、文字を見れば判別は可能です。では禁煙予報の買取相場についてもご紹介します。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。禁煙予報の買取相場なんですけど、状態がある程度良いことが前提ですが、2000円から1万円前後までが相場帯となっています。琉球三予線の中では発行枚数が少なかったことから、価値はその3つの中では最も高くなっています。ただ古い時代のお金なので、劣化のひどい状態で見つかった場合は相場を下回ることも珍しくなく、数百円前後での買取となることも全然ありえます。状態によって買取価格は大きく異なってくるので、正確な価値や買取相場を知りたいという場合は専門家に相談することをお勧めします。最後に禁煙予報をフリマやオークションに取引することについての可否についても紹介します。出品するにしても購入するにしても、そもそも禁煙予報自体の価値や状態をしっかり判断できないというのであれば、絶対におすすめはしません。禁煙予報といった古銭穴銭って、骨董品のように価値基準の判断がめちゃくちゃ曖昧なので、専門家でなければまともな売買はまずできないと思っておきましょう。素人が下手に売買するくらいであれば、専門店に相談した上で買取してもらった方が高く売れる可能性も全然高いと言えます。以上が禁煙予報の概要や買取相場についてでした。この動画で紹介している記念硬貨の買取相場を含めた情報は、日本貨幣カタログやオークションやフリマでの取引事例、造幣局の情報や古銭買取 .info という情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては、古銭買取情報に関するパイオニア的な存在なので、サイト制作者様にも参考にする許可をもらった上で参考にしています。他の古銭や記念硬貨の買取情報が気になる方は、概要欄からサイトも確認してみてください。ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。